技術書の一番上にはですね、保証期間、ケーブル類ですとライフタイム保証、永久保証しています。コンバーターでの変換器はですね、2年から3年の保証期間です。ぜひ保証期間確認されて、ご購入されるとよろしいと思います。日本のメーカーさんですと6ヶ月とか1年とか多いと思います。私ども製品の保証期間最低で2年です、でここのサイトでですね、もう一つ、見ていただきたいのは、その上、技術書の上のところにですね、いろんなロゴが並んでるんですね。ここでクリックするとご購入いただけるサイトが並んでいます。アマゾンに行くとこの商品のショッピングカードに直接行けるようになっていますので、まあ、簡単に販売できる。私のサイトはあくまでパートナーへの誘導するためのサイトになっています。商品の仕様を確認していただいて、直接買っていただくというような形です。スタンディフドットコムはですね、サンダーボルトフォーラムのメンバーになっています。あとベサってご存知ですか？ビデオエレクトロニクススタンダードアソシエーション、DVI とかディスプレイボードの機関を作っているんですね。USB インプリメンターズフォーラム、こういうところの主要なメンバーにもなっております。で、 USB の規格を作る、それからビデオの規格を作るという段階からですね、我々参画してますので、コンパシビリティ、互換性の面では非常に安心してお使いいただけるとこういうところなんです。ではですね、ちょっと1700の商品のうち MacBook と MacBook Pro にですね、ちょっとおすすめの商品を5つか選んで、まいりましたのでご紹介したいと思います。ここ絵がなくて殺風景なんですけど、 CDP2DP、 これはもう USB Type-C アダプターからディスプレイボードに変換するアダプターですよというのが一番多いと思います。2番目がですね、 USB-C からディスプレイボードに変換するケーブルですよ。アダプター、変換アダプターではなくてケーブルの中に変換アダプターを入れちゃってます。コネクターが一つ少ないことによって常に確実に接続してたい、需要がですね、このケーブルで実現できます。変換アダプターを使われると変換アダプターとケーブルの間がルーズになったりしますので、ヘビーデューティーに使われる方はですね、ケーブルの中には変換機を入れてしまう、こういう選択肢があります。もう一つ一番下、ちょっと文字が長いんですけど、これは USB の Type-C からですね、 VGA、DVI、HDMI、ミニディスプレイボード何にでも変換できますよ、こういう変換アダプター、こちらの、こちらで販売してますので後で手に持って、見ていただくといいと思います。1700の商品、ございますと、ちょっとした違いの中でですね、たくさんの製品を投入しています。例えばですね、USB のケーブル1つ取っても、右回りのケーブルと左回りのケーブル、それが30センチ、1メーター、2メーター、右回り、左回り。VGA のケーブルでも、下についてる、口が下を向いているのか、右を向いているのか、左を向いているのか、狭いところでどんなケーブルを使いますかという提案がございます。今日ですね、マルチポートのアダプター1って書いてあるんですけども、マルチポートのアダプター非常に多いので、具体的にですね、どんなちっちゃい違いで商品をいっぱい出しているかと、こういうところをお見せしたいと思います。こちらではですね、パワーデリバリー用の口がついていまして、右の絵の下のところにですね、DC ピンってなりますが、ここから電気を入れて、バッグを充電しながら使えますよと、こういうアダプターになります。USB 3.0 が2つと、ランのポートと HDMI の出力が。アダプターの2になりますと、こちらではですね、同じスペックに SD カードリーダーがこういうのが違います。非常に小さい違いで、2つ商品をしています。こちらはパワーデリバリーがないものですね。パワーデリバリーがついてなくて VGA という機能が追加されています。これ1つあればどんなところでもプレゼンテーションできる。HDMI でも VGA でもつながります。ホテルのネットワークに行くと Wi-Fi 遅いなと思ったときはこれ使っていただけば LAN のケーブルをつなげてつなげることができます。そしてですね、USB Type-C1 個しか付いてないパソコンというのが最近出てますので、そこに USB 3.0 のインターフェースを付けたいと思います。こちらもすごくちっちゃい違いです。これは VGA についている代わりにですね、
USB Type-C のハブがついてます。USB Type-A と C が1つずつついていて、HDMI とLANがついていて、こんなちっちゃい違いでですね、4つの製品を展開しています。ドッキングステーションは今20種類日本で展開していまして、その他にこのトラベル用のですね、マルチポートアダプター11種類日本で展開しています。非常に製品数が多いのはちっちゃい違いでたくさんあります。ちょっとここでですね、ユニークな製品を一つご紹介したいんですけども、プレゼンテーションアダプターと呼んでいます。これは VGA と HDMI に変換する USB Type-C からの変換アダプターなんですけども、機能が一つユニークな機能がついています。物理的にスイッチがついています。この物理的なスイッチをパチンと入れておくと、プレゼンの間にですね、そこはスリップならない。これ何してるかというと、一時的にマウスを動かします。常に動かします。はい、長い話をしている方は大きいエクセルでですね、端から端まで見ていただいて自分で黒くなっちゃう、これを使っていただくとスリープにならないサンダーボルト3でもですね、さまざまなプレイヤーができます。サンダーボルト MacBook じゃなくて MacBook Pro を買ったのにサンダーボルト3の使い道がないよねとこういう方がですね、非常に多いです。私どもは量販店では販売してないんですけども、大学生協さんで、販売していただいています。東京大学の購買の第一購買でですね、話を聞いたことがありますが、サンダーボルト3持ってるメリットないじゃないですか。で、サンダーボルト3、のご提案をちょっと2つご提案させていただいています。1つはサンダーボルト3、1つの方向から2画面に出力するアダプター、これディスプレイポートと HDMI の両方をご用意しています。から MacBook Pro 4つのポートがあります。1つはグラフィックに専門に使っていただけば、1つのポートだけで 4K60Hz が2画面出力することができます。2つ目はドッキングステーションですね。MacBook Pro からはドッキングステーションまでサンダーボルト3ですので、周辺機器は全部ドッキングステーションに集約してしまいましょう。でドッキングステーション側からはですね、パワーデリバリー 85W のパワーデリバリーに対応しますので、MacBook の方に給電しながらですね、ずっとお使いいただきます。 4K2 画面または 5K60Hz で1画面使用することができます。サンダーボルト3の普通の USB Type-C との差別化は非常に難しいんですけども、このようにですね、まず、市場に投入する速度が非常に速い。世の中にコネクターが出てきたらですね、必ずそのコネクターを生かす技術、こういうのをご用意しています。そして最後ですね、最後、スライドの最後なんですけども、私どもスターテック .com は、IT のプロフェッショナルという顧客をターゲットにしています。新しいデバイスと古い周辺機器をつなぐ、また古いデバイスと新しい周辺機器をつなぐためのコネクティビティ部品を多数用します。例えばですね、皆さん USB Type-C 買いましたけど、パラレルポートに変換したい、シリアルポートの周辺機器を使いたい、そういうお客様にも C からパラレルの変換、C からシリアルの変換と、今月登録で、商品をいたします。古い周辺機器をずっと使い続けたいけども、Windows が XP から7になって、8になって、10になってしまって、使えなくなった。これ使えます。Windows 10用のシリアルポート。Windows 10用のパラレルポート、Mac 用のシリアル、すべてご用意しています。そして最後、公益量販店で販売しておりません。皆さんが多分お目にかかれる人は大学生協さんと Amazon 上ぐらいです。限られたオンラインショップのほか、公表を行っておりませんので、展示即売の今回の機会です、ね、ぜひ触ってみていただいて、買ってくださいとは言いませんので、ちょっと触ってみていただいてですね、どんなメーカーかというのを一度見ていただければと思います。